今回の動画は富士そばカップ麺食べてみた、ニュータッチ富士そばコラボ。今回はなんと紅生姜たぬきそばです。開けていくよ。つゆ、かやく、紅生姜たぬき。お湯を沸かしている間に今回の飲み物を紹介。ザオソーダ期間限定マスカット味、強炭酸なので刺激が強くてスカッとします。ほんのりマスカット味が美味しい。しかも無糖でゼロカロリー、美味しいので飲んでみてくださいね。はい、お湯注入。今回は蓋の上に穴がありました。何の穴かはわからないので今回はスルーします。何の穴かわかる人がいたらコメント欄で教えてください。はい、いい感じに出来上がってきました。麺をほぐします。この麺が本当に美味しいんですよね。店舗より美味しいとまで言われています。私はそれについてはコメントを控えます。さて、蓋が邪魔なので取りますね。つゆを入れます。私は濃い味が好きなのでさらにつゆを追加します。今回使うつゆはこちら、渋そばのつゆ。このつゆめちゃくちゃ美味しいんです。甘みがあってとってもまろやか、市販のどのつゆよりも好きです。最後に紅生姜たぬきを入れて完成。今回も麺のクオリティが高すぎ、やばすぎ、うますぎ。生麺と言われてもわからないハイクオリティ。紅生姜たぬきもしっかり紅生姜の辛みがして美味しかったです。これで価格が一つ255円、安すぎだよ本当に。ニュータッチ公式サイトの URL を動画の説明欄に貼っておくので、そちらから皆さん購入してくださいね。ではまた次回でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。